リーフ部族同盟共和国のベルベル人のリーダーとなり、1921年、スペインからリーフの支配権を奪い返した。独立の宣言は1921年9月18日に、なされ、1923年2月1日に正式にリーフ共和国が樹立された。首都アジールに置かれ、通貨はリーフ共和国リーフンで、人口は15万人の国となり、 コミンテルンやソビエト連邦の指示を得た。1925年末フランス軍とスペイン軍は50万人の兵力の連合軍を作り、数百台の戦車戦闘機でリーフ共和国を攻撃した。スペイン軍が使用した兵器にはドイツ製の毒ガス兵器もあった。リーフ共和国は1926年5月27日に崩壊した。ありがとうございます。